4000型はアメリカ合衆国のユニオンパシフィック鉄道が1941年から1944年にかけて製作した世界最大最強級の蒸気機関車である。アメリカンロコモティブ車の手で25両が製造され、ビッグボーイの愛称で一般によく知られている。ビッグボーイは世界最大の蒸気機関車、世界最強の蒸気機関車とよく称されるが、 これについては、異論もある。最大最強の条件をどこで取るかによって、ビッグボーイ以上の車両がいくつかあるためで、最強部門に限っても、ノーザンパシフィック鉄道 Z-5 はひどこ、電熱、加熱面積はいずれも、ビッグボーイ以上であり、計算上の牽引力も上回っている。また、牽引力だけならさらに上がおり、E リ鉄道 P1 型は、 72,562kg が記録されている。最大部門でも、アメリカでテンダーを含めた、全長最大は、ペンシルベニア鉄道 S-1 型で、ビッグボーイは、第2位。総重量も機関車本体だけでは、チェサピークオハイオ鉄道 H-8 の方が、重く、ビッグボーイは、第2位となる。ビッグボーイが、最も大きいのは、機関車部分の全長。 テンダーを含めた、総重量などの数値である。他の様々な要素を考え合わせると、ビッグボーイは、この種の大型機関車の中では最も成功した、機関車と言える。4から8から8から4という車軸配置を持つ、機関車は、ビッグボーイだけである。この車軸配置は、二組の四軸通りにユニットを合体し、それに二軸の先輪と二軸の重輪を付け加えたもので、 ある。サキワは高速運転時の安定性向上のためであり、重輪は大きくて重い皮質を支える働きをする。この車軸配置を見るだけで、ビッグボーイが高速時にパワーを発揮することができる、機関車と判断することができる。形態的には、20世紀初頭に開発された、間接式イオンシリンダ機関車の一種である、マレー式に似るが、厳密には、 マレー式が、後部シリンダで使用した蒸気を全部シリンダで、再び使用する、複式機関車の一種であるのに対し、ビッグボーイは4個のシリンダに、直接ボイラーから蒸気を供給する、短式膨張型関節機関車であり、異なるものである。ただし、短式とした、このような構成の機関車を指す名称が特にないことも、あり、短式のものもマレー式と呼ばれることが多い。 ユニオンパシフィック鉄道は、ワサッチ山脈を超える11.4パーミルの勾配で3300トンの貨物列車を引くために、このビッグボーイを製作した。ビッグボーイの登場以前は、勾配を超える列車に補機を連結する必要があった。ため、補機の連結解放の手間と、時間や乗務員の手配の必要性があり、列車の速度向上に限界があった。 そのため新型の機関車が計画されたが、勾配区間で補機を不要にするためだけではなく、勾配を超えたところで、機関車を付け替える手間を省くために、長編成の列車を平坦線で、時速60マイルで牽引することができる機関車である、必要があった。これ以前の1936年に、ユニオンパシフィック鉄道ではチャレンジャーを製造しており、これが高速貨物機として、 抜群だったことから、これを拡大し、ボイラーを溶接式にして、圧力の上昇、日本煙突の採用、また先輪台車に左右導だけを与え持ち上がらない構造にして第一動輪のスリップを防ぐようにし、勾配や線路の凹凸を吸収するようにした。なお、短式関節式機関車は、アメリカの数々の鉄道で使用されたが、大概は、 鉱石輸送などの低速運転主体であり、高速を出せるという強みを最もよく発揮させたのは、ユニオンパシフィック鉄道と言われている。後継機といえるがスタービン機関車と並んだ4022号、製造された25両のビッグボーイは20両と5両の2つのグループに分けることができる。25両全部が石炭を燃料とする機関車で、低品質な。 ワイオミング産の石炭を燃やすために広い非合紙を持っている。変わったものでは1946年に炭鉱ストライキによる石炭不足への対策で4005号機は重油燃焼機関車に一時的に改造されたが1948年には石炭燃焼に戻された。ビッグボーイは新人の機関女子でも扱うことが可能な機関車だった。 ため第二次世界大戦中によく活躍した。熟練した機関女子たちの多くが戦場へ行ったことによる決意には徴兵された者の戦闘には向かない男たちによって補充されたがビッグボーイは彼らでも運転できた。第二次世界大戦後は石炭の値段と人件費が上昇したためビッグボーイにとっても未来は明るいものではなかった。しかしビッグボーイは 最後まで走り続けた蒸気機関車の一つとなった。ビッグボーイが最後の営業列車を牽引したのは1959年7月で大部分のビッグボーイは1961年まで走行可能な状態で保管されていた。ワイオミング州のグリーンリバーでは1962年まで4台が走行可能な状態で残っていた。ビッグボーイは アメリカ合衆国内に多く保存されている。有名な機関車であること、活躍したのがアメリカ西部であったことがその理由である。アメリカ西部の街や博物館はビッグボーイのような大きなものを置いておけるスペースがあるためである。25両のうちの8両が現存している。4017号機以外は屋根のない露天の状態で保存されている。 しかし、4014号機は、南カリフォルニアの高温かつ乾燥した気候の影響で、ビッグボーイの保存機の中でも、最良の状態を保っている。これは、鉄道、機関車私学会の支部の人たちが、維持管理を行っているためである。スチームタウン国停止席にある、ビッグボーイも良好な状態にある。 かなりの額の基金とボランティアのおかげで、グリーンベイにある博物館の内部に、侵入者に荒らされたりすることのない場所が作られ、4017号機は、そこで、その他の鉄道関係の資料と共に保管されている。2013年7月、ユニオンパシフィックは4014号機を取得し、胴体復帰のための整備を開始すると発表した。2019年5月に、 最初の大陸横断鉄道の開通150年を迎えるにあたり、ユニオンパシフィックはそれに間に合わせられる、よう3年から5年をかけて復元工事を行うとした。2014年5月8日に保存場所のポモナから、シャイアン壁管車で輸送され、シャイアンにて復元作業が行われた。そして2019年5月4日、4014号機は、 およそ5年間の修繕を経て披露され、その後ユタ州奥殿での祝賀イベントに参加した。斎藤明は、蒸気機関車200年市で347.5トンとしている。P397、斎藤明は、蒸気機関車200年市で13.95平方メートルとしている。 P398 シリンダー最大出力は、時速70マイル時に約1万馬力、時速35マイルなら6200馬力、時速20マイルなら5200馬力。P147、Z-5 型2から8から8から4より、イエローストーン、火床面積17平方メートル、電熱面積712平方メートル、 加熱面積299平方メートル、軽飲力6 3 4 9 2ラム参考までに、同初 P192 から193にある、ビッグボーイのスペックは、ひどこ面積14平方メートル、電熱面積547平方メートル、加熱面積229平方メートル、軽飲力6 1 3 9 4ラム P106、P P1 型3連接機関車2から8から8から8から 2P1 型は、テンダー部分にも動輪がついた特殊なもので、全重量392トンの内大半を、粘着重量に使えるため、牽引力が大きくなっている。ユニオンパシフィック鉄道の車両限界の都合で、車高は、さほど高くない。P398 なお、イエローストーンは、 車高5228メートル MP147、アレゲニーは5千0 0ミリメートルよ、P11。4から8から8から4というのは、ホワイト式の表記である。ある方式なら DD、2DD-2 となる。シンプルアーティキュレーテッドだけは、単式の関節機関車を指すので、フェアリーや、ガーラット式の大半も当てはまってしまう。日本以外でも、 この故障は使用され、例として、世界鉄道百科時点の P50 の項に、後に、マレー式と名乗る大型機関車が複式ではなく、単式になったのはという記述がある、P50、マレー式0から4から4から0タンク機関車。なお、ビッグボーイ以上に広い非合紙を持つ、ノーザンパシフィック鉄道のイエローストーンではさらに質の、悪い、ローズバットコールという葛端を焚いていた。 P147 また、大型機のアレゲニーは三軸受代車を持っている割に、飛行士面積が12.61平方メートルと、狭いが、これは、使用石炭が良質なことと、受代車だけで、過失を支えて、内過失溶石を広く取っているため。P398、過失が広すぎて、重油バーナーの炎が過失の一部にしか当たらず、歪みが発生した。事前に、 チャレンジャーで実験を行い成功していたが、ビッグボーイでは過失が大きすぎて不成功に終わった。ありがとうございます。